一つご一緒にお手拍子を。本日はホクトピアにお集まりくださいました皆様、そして生配信を見てくださっている皆様、こんにちは、森好美と申します。本日はチーム細川で力を合わせて一生懸命頑張ってまいりますので、最後まで応援のほどよろしくお願い申し上げます。まあ今日はこういった、ね、状況なので、はい、お客さんもちょうどいい具合に、ね、少なくなく、ね、多くなくちょうどいい加減ですね、はい、ソーシャルディスタンスということでね、まあ、本当にですね、困ったことどうでした、はい、今日は師匠の45周年ということで、皆さんもそのお祝いも兼ねて今日はわざわざ会場まで運んでくださったということで、今日はなんとそんな45周年を迎えました師匠にくす玉をご用意させていただいております。もうこれは皆様からのプレゼントということで、はい、それではくす玉どうぞ来てください。さあ、それでは師匠、45周年おめでとうございます。拍手をどうぞ。おめでとうございます。すごい。北の酒場通りには女を酔わせる恋がある。枝を離れるように私も旅に出るわ。あてもない豆に連れて逃げてよ。ついてまあ45年と本当早いもんでございまして、まあ、デビューがもうご存じの通り昭和50年でございまして、心残りですね、私ばく、まあ、これがまた大ヒットしまして、まあ、ありがたいもんでございまして、そして57年に北酒場で萩本さんのね金床を入れまして、非常にまあ明るい面が出て、まあ、普段の私が出たのかなという、それで演歌会大変、その当時まだまだ我々の演歌勢というのは非常に暗いイメージがあったんですが、私が金床に出まして、そしてなんか萩本さんといろんなこうギャグをしながら、そこで北酒場が生まれたわけですが、その北酒場大ヒットしてデコ大賞をいただくんですが、非常にこの演歌会を明るくしたのはほとんど私の力です。うち何も拍手を求めたわけなんでもないですが、ダメでもええじゃないか、買っても当たらぬ宝くじ、それでも笑顔を絶やさずに。でももう本当にデビュー当時から応援してくださっている方も今日はお運びくださっていると思うんです。まあ、配信を見てるよという方もいらっしゃると思いますが、もうずっと細川たかし一筋で応援してるよという方、拍手をどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、もう本当に皆様が大きな拍手を送ってくださいました。まあ、この45周年というこの歴史の中に、もう私も18歳の時に師匠と初めて
お会いしまして、まだ高校生だったんですけども、演歌歌手にならないかと言っていただいて、わざわざ私のふるさと札幌まで足を運んでくださいました。その時の感動は今でも忘れられませんし、あとその時の師匠の服装も忘れられません。全身黒い洋服でキラキラの骸骨の T シャツを着られてまして、この方はちょっと怖い人なのかなと思ったのが最初の印象でした、正直。でも実際にコンサートを初めて見させていただいた時のそのもう全身がしびれるような感動は今でも忘れることができません。そしてマフラー濡らして眠れない同じ北海道出身の流星くんです。それでは大きな拍手でお迎えください。それでは流星くんどうぞ。いやお疲れ様です。よろしくお願いします。今日なんかいっぱい持ってるね。そうなんです、はい、もう師匠と、3人でこのコンサートやるときはもう、はい、いっぱい抱えてこなきゃいけないんですね。すごいですね。ちょっとじゃあ、はい、それは楽器を紹介してもらってもいいですか。そうですね、これは尺八で、うん、デビュー曲銀次郎旅ガラスでなんと尺八を吹きながら歌うという、まあ、新しい新スタイルで、ね、そうですね、皆さん日本レコード大賞新人賞をありがとうございます。金次郎旅ガラス。精一杯頑張ります。それで今お聴きいただきました銀次郎旅ガラスでございますが、もう令和バージョンというような新しい形のまた旅演歌で自分が尺八を吹きながら歌わせていただく、また旅演歌でデビューをさせていただきましたが、本当に嬉しいことに昨年12月、テレビでも放送になりましたが、第61回日本レコード大賞新人賞を受賞させていただくことができました。本当に皆様ありがとうございます。3人でね、宮地先生の歌を歌おうじゃないかということで、はい、流星は何？はい、僕は、哀愁列車に挑戦させていただきます。このみちゃんは？はい、私は達者で何に挑戦させていただきます。じゃあ私は古城で、ね、はい、それでは流星から、はい、行きましょう、はい、こらえきれずに見返ればすがる切ない目のような星がある
う哀愁静か脅せかうら浅虫や中でも際立つとはがこよおおおおおから武士の泣きだみせんが派手にちぎれて聞こえてくるよ湯飲みの酒にぐらりと酔えば故郷が浮かぶ寂しさ一つ涙が落ちる会いたいよ会いたいね最後までありがとうございました。ありがとうございました。このみちゃん流星にも大きな拍手をありがとうございました。45周年これからもまだまだ細川たかし頑張って歌ってまいります。どうか皆さん今後ともどうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
元気で応援してください。ありがとうございました。お2階のお客様ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。お元気で、さよなら。